보고 있구나. 出版された本が今はもう本屋さんに置いてない。あらら、なんていう本？これなんだけど。あ、これなら私前に。本当？探してみるね。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ、よっしゃ、一応行くか。アイスメイク、アイスゲイザー、カリーのオーカー。よっしゃ、勝った。よいしょっと。よいしょっと。おりゃ、切られたいものからかかってこい。アイスメイクカンバー。よし、カリューの鉄拳。さて、と、よし、俺たちの勝ちだ。おりゃ、やれやれ、お出ましか。アイスゲイザー。よし、カリューの鉄拳。カント天輪の鎧アークレスオーバー。我々の勝利だ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。おりゃ、おりゃ、おりゃ、おりゃ。よっしゃ、行っちゃ行くか。アイスメイクカンバー。決戦。アイスメイクカンバー。どうしたよ、こんなもんか。よいしょっと。おりゃ、やれやれ、お出ましか。カリーの鉄拳。
ソン、ユニティソード。アイスメイクハンマー。どうしたよ、こんなもんか。よいしょっと。よっしゃ、行っちゃ行くか。アイスメイク、アイスケイザー、カリーのオーカー決戦。さて、メイクハンマー。よし、俺たちの勝ちだ。帰ってきたぞ。負けられんな。悪くない。皆さんおめでとうございます。ギルドが無事に再始動できたみたいで、立派なギルドというにはまだまだ足りませんが、これからが楽しみです。頑張ってくださいね。頑張っておるの。おお、おいおい、ラクサス。いいだろう。レイジングボルト。最大防御魔法三中心。
頑張っておるの。よし。最近マグノリアにできたスイーツ店、私が行くといつも売り切れていて買えんのだ。そうなの？私が前に行った時は普通に買えたけど、時間をずらして行っても売り切れてる。開店マニアを狙ってもその日がたまたま休みだったの。もしや私はあのスイーツを買えない呪いにかかっているのでは。何それ。これは例の店のもらっていいのか。ありがとう。一生口にできないかと思っていたところだ。よく味わわせてもらう。
なんだい。この本いくらですか。おお、あんたフェアリーテイルの魔導士かよ。そしたらさぞかし稼いでいらっしゃるんだ。そいつを買うっていうなら20万ジュエルでどうだ。20万？そんなに出せる。それじゃあこの本は譲れんな。だがどうしてもというなら品物。ここに書いてあるものを集めてきてくれ。そしたらそれと交換で譲ってやるよ。なんで私がそんなお使いみたいなことしなきゃいけないのよ。ちゃんと適正価格で売ってくれればそれ。おやおや、まさかフェアリーテイルの魔導士ともあろう人がこれくらいも集めなんかムカつくわね。よろしく。ここにしましょう。気をつけていきましょう。やっ！さあ、行くわよ。よし。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。頼まれてたもの持ってきたわよ。へへ、毎度あり。それじゃあこいつは持って。まあ投げないでよ。20万ジュエルの本。20万？あ、そういう設定だったか。設定って言った今。聞き間違いだろ。ほら、用が済んだらさっさと行けな。釈然としないけど。まあいいわ。
手に入ってよかった。グレイ。ああ、はあ、やめないか。おい、お前の目にはどう見えている？ここの表現はいまいちかな。
いしょっと。帰ってきたぞ。手応えがありそうだ。
ちゃ行くか。アイスメイク、アイスゲイザー。カソン、ユニティソード。我々の勝利だ。よいしょっと。切られたいものからかかってこい。アイスメイク、アイスゲイザー。月戦たあいもない。グレンカリュークアイスメイク、アイスゲイザー。よし、俺たちの勝ちだ。アイスメイクカンバー。
イスメイク、コーンドエクスカリバー、守るぞ。アイスメイク、コーンドエクスカリバー、守るぞ。守る、守る、守るぞ。ミミクリーソード、グレンカリュース、カリューの絶景、もう終わりか、暴れたんねえぞ。
ありがとう。また来てね。よし、もう どうかしら。ありがとうございます。取り消しておくわね。目にはどう見えている？どうした？どうした？
手応えがありそうだ。フッ。フォトンスライド。ドン。アイスメイクハンマー。カッション。
メイクハンマー。そんな、よっしゃ、いっちゃいくか。グレンカリュークルーシーキー、もう終わりか。暴れたんねえぞ。ルーシー、まだそんな格好してるのか。もう着替えてるって修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よく遊び、よく食べ、よく寝る。肝心なものが抜けてる気が。3ヶ月しかないのに不安だな。おほおい、もう熱、ありがとう。
ていくか。行くぞ。これで終わりだ。王国の挑戦。わりゃ。やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスゲイザー。カット、ミニティソード。その調子です、ルーシーさん。大地を、風を、気を肌で感じる。そして自然と一体化するように、呼吸を。きつい。レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことある？全ての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの。それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とか、そんな物騒な話じゃなかった。それは一見簡単に手に入るようで、とても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、お母さんは言ってた、全ての魔法は愛だから。私は一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く。あいさー。もっともっと強く。あいあいさー。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるぞ。見せてやるぞ。姫、大変です。いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう、ルーシーのせいで。ルーシー。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、
どうか助けてください。なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。この王か。お前って言った。いかにも。精霊界が滅亡の危機って。ニカ、ルーシーとその友が時の呪縛からの帰還を祝して。え、精霊界の滅亡って。えへ。ルーシー様たちの帰還を祝して名たちなりに考えたのです。どう？びっくりした？今回は特別よ。そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。もう。そう、今宵は大いに飲め。歌え。されているな。みんな最高の仲間だよ。そういえば一つ言い忘れてたことが。精霊界は人間界とは時間の流れが。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな。夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え、終わった。ひげー、時間返せ。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が。足に何かついてる。メモだ。なになに？フェアリーテイル。他にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ偉そうに。どうしますか。
なんか怪しいわよ。いや、行ってみよう。行けばわかる。かかってこい。アイスメイク、アイスブリンガー。カット、行くぞ。エンタグラムソード。カリューのヘッカーン。よっしゃ、切られたいものからかかってこい。アイスメイク、アイスゲイザー。カット、行くぞ。エンタグラムソード。やっ、マジか。アイスメイク、アイスゲイザー。よし、グレンカリュウ君。決戦。たあいもない。
りしちゃった。わりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。アイスメイク、アイスブリンガー。カット、いくぞ、ペンタグラムソード。よし、暴れたんねえぞ。かかってこい。カット、行くぞ、ペンタグラムソード。アイスメイク、アイスゲイザー。よし、カリューのゴー。暴れたんねえぞ。わりゃ、わりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。これを使う、これを使う。
作り間を作る？出来上がりっか。暴れたんねえぞ。
れやれ、お出ましか。アイスメイクフロア。カズオ、行くぞ。エンタグラムソード。カリューの絶海。アイスメイクハンマー。カズオ、行くぞ。エンタグラムソード。さて、アイスメイクカンバー。そうだぜ。
かな。よし、ここだ。さて次は帰ってきたぞ。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。やれやれ、お出ましか。かかってこい。アイスメイクフロア。
しょっと。よいしょっと。お宝だ。来てくれてありがとう、フェアリーテイル。ジュラール。変わってないな、エルザ。もう俺が脱獄した話は聞いているか。ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない。ほとんどウルティア一人でやったんじゃない。メルディ、ジュビア、久しぶりね。こいつらグリモアの。まあ待て、今敵じゃねえ。そうだろ。ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。せめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた。過去の話だ。ジェラール、お前記憶が。はっきりしている、何もかもな。6年前、まだ牢にいる時に記憶が戻った。エルザ、本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だからあまり責めないであげて。俺は牢で一生を終えるか、死刑。それを受け入れていたんだ、ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか。生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。ああ、それってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。
その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え？パワーアップといえば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、大気中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすれば、また器の中は元通りになる。ただ最近の研究で、魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のアークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おお、全然意味わかんないけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことに。目が怖い。構わねえ。ありがとう、ありがとう。ギア！グレイ、天狼島以来ね。といってもあなたからすればそう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてたわ。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時の悪を学んだ。ゼレフが復活し大魔法世界が訪れれば、時の悪は完成し失われた幸せを取り戻せると聞いたわ。全てをやり直すため、呪われた人生を幸せな人生に変えるために。私は全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。
そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪をせ決まってるならいいんじゃねえか。え、落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。気がするぞ。それじゃ時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手になろう。遠慮なくかかってきてくれ。セカンドオリジンにより得た力、七つの星に裁かれたグランシャリオ。よし、上出来だ。セカンドオリジン使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界で無駄にした分取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになった。また来るという大魔党演舞前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来るといいわ。
記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ、それはつまりシモンのことも。俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分という感じで覚えてる。不思議な気分だ。私は昔のお前だと思って接していいのか。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろう。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことはとても償える罪じゃない。俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺はやはり死ぬべき人間なのかもしれん。何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ。強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろ。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だった、あの頃のジェラールじゃない。そうかもな。貴様、お前の言葉はいつも正しい。不器用なりに精一杯生きている。エルサ、もう会えないかと思っていた。ジェラール、できない。婚約者がいるんだ。いや、私はそのそういうあれではなくて。いや、俺の方こそ、そうか、それはめでたいな。知らなかったよ。そうだよな。大事な人なのか。ああ。だったら、その人のためにも生きなきゃ。そうだな。ジェラール、どうして婚約者がいるなんて嘘ついたの？聞いてたのか。少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの？それとも自分への罰のつもり？罰こそがクリムソルシエールの掟だろ。みんなで決めた。光の道を進む者を愛してはいけない。俺はエルザが幸せならばそれでいい。にしても、もっとまともな嘘なかったの？最低ね。
何カッコつけてんのかしら。婚約者か。嘘が下手なのは相変わらずだな。これでよかった。これが私たちの。見て見て、エルザ。よし。サラ、よろしくね。